ここで選手の交代です。この投入でどう変わってくるのでしょうか。延長戦での決着はつくのでしょうか。さあキックオフです。ボールがこぼれます。ここにはヤンクロスキー、おっとこれはチャンス、相手に読まれてしまいました。ボールを大きく押し出します。ナスリがここにいました。ここで上がっていったぞ、ロビン・ファン・ペルシー。ジャンルカ・ザンブロッタ、通ればというところだったのですが通りませんでした。チェックしたボールがこぼれます。どうやら怪我があったようですね。交代した方がいいんじゃないですかね。通ればチャンスといったところですが、このパスはカットされました。ディアリ、いい形ができつつある。足を出す、ボールがこぼれた。シェフシェンコ、カガが今日も見せてくれますか。スローインとなります。ピッチを駆け上がります。ボルコット、チャンスになりそうだ。これは止められます。アンドレア・ピルロ、スペースがあります。カットします。ファンペルシー、アディショナルタイムが出ました。どうする、行くか打つか、どちらに収まりますか。延長後半15分が開始します。ここでネスタ、ザンブロッタがボールに絡みます。西岡さん、さっきからちょっと攻めの人数とパターンが変わってきてますね。これは勝負に来ましたよ。そうですか、今が仕掛けどころということですね。試合も動きそうですね。アビアティ、ボールにはウォルコット、味方につながった。あっと次々と上がっていった。クロスを出した、ゴール、ゴール、ゴール、試合をも決める一撃。延長でリードを奪いました。落ち着いてゴールを決めました。西岡さん、素晴らしいゴールですね。アーセナルのリードで試合が続きます。さあキックオフです。このボールを拾いたい。通った、ディフェンダーを抜いた。さあ前が開ける、これで決まりだ。ボールは通りません。大きく蹴り出されます。このパスが通ればというところだったのですが通りませんでした。前方にはキーパーだけか。残り時間は5分間、1点が重くのしかかります。マシュー・フレミニ、これはいい展開になりそう。今のパスはカットされます。パスは通りません。ロナウジーニョです。分厚い攻撃になりそうだ。アルムニア、ここにいたのはシェバコとシェフシェンコ。相手陣内に押し込んでのスローインになります。クロスを入れたい。クリシー、ここは押し出します。アーセナル勝利で試合終了です。90分間の戦いが終わりました。素晴らしい内容で終われたと思います。守備もよく機能していて、ゼロで抑えられたっていうのは